様進行方向左側八幡浜駅のホームにご注目くださいませ。たくさんの地域の方々、そして先ほどご乗車いただいていたお客様からのお見送りでございます。本日はたくさんの方が八幡物語を見送りに駆けつけてくださっております。車内からご覧いただけましたら手を振り返していただけますと幸いでございます。ただいま列車は八幡浜駅を出発し、皆様の物語が始まります。改めまして皆様、本日は JR 四国観光列車八幡物語にご乗車くださいまして誠にありがとうございます。この八幡物語動画編を担当させていただきますのは、失礼いたしました、この八幡物語動画編を担当させていただきますのは、アテンダントの田口、六角、大久保、瀬戸山、千葉、川端、山本、吉野、清香でございます。そして列車の運転士は松山運転所井上、車長は同じく松山運転所井口、岡本でございます。これからの八幡物語動画編、私どもが皆様とご一緒させていただきます。お気軽にお声掛けくださいませ。よろしくお願いいたします。続きまして、この列車についてご案内をいたします。後ろ側1号車は夜中を染めてゆく夕焼け空をイメージし茜の城、続く2号車は沿線に降り注ぐ太陽や愛媛の名産であるみずみずしい柑橘をイメージし黄金の城と呼んでおります。そして先頭3号車は時間や空間という意味を持つ遥かという言葉に、大切な人と特別な時間を過ごしていただきたいという思いを込めて遥かの章と名付けられました。また遥かの章には個室ビオーレスイートがございます。ビオーレスイートは大切な人と特別な時間をお過ごしいただく空間のため、のれんの奥客室へは個室をご予約のお客様のみお入りいただけます。ご案内の途中ではございますが、左側八幡物語動画編最初のおもてなしがございます。最初のおもてなしがございます。可愛らしいワンちゃんがお見送りをしてくれています。左側ベランダを可愛らしく季節感のある飾り付けをしてくださっております。まもなく2号車1号車のお客様もご覧いただけるかと思います。またそのお隣ガソリンスタンド、ご注目くださいませ。たくさんの地域の方々、八幡浜らしく大量ほどでのお見送りをしてくださっております。手作りの看板も掲げてのお見送りでございます。ガソリンスタンドの裏のお家からは内輪を振ってのお見送りです。それでは引き続き参加者の説明について説明させていただきます。こちらの冊子ご覧ください。参加者のこちらの壁には、あちらのガソリンスタンドではガソリンを入れに来たお客様にも声をかけてくださっているそうです。八幡浜の皆様、心が温かくなるようなおもてなしをしてくださいました。それでは引き続き車内についてご説明をいたします。車内のお飲み物や列車オリジナルグッズは準備ができ次第皆様のお席までご案内に参ります。なお、お酒類、お食事のお持ち込みはご遠慮いただいておりますので、あらかじめご了承ください。
また大変恐れ入りますが、お食事中以外ではマスクをご着用いただきますようご協力をお願いいたします。伊予灘物語は初代車両より受け継ぐ皆様の笑顔と思いを乗せて穏やかな伊予灘の景色とともに本日もここにしかない物語を紡いでまいります。お席のメニュー表には沿線の見どころなどを紹介したアテンダント手書きの沿線マップも掲載しております。3号車のお客様の沿線マップは3号車限定の冊子に掲載しております。こちらも景色と合わせてご覧くださいませ。この後列車は時間とちゃんぽんの町八幡浜を後にし、お城とお湯と文学の町松山へと向かってまいります。松山は俳句の町として有名です。松山には観光客の皆様にも俳句に親しんでいただけるよう各所に俳句ポストを設置しております。この列車内にもございますので、皆様も旅の思い出に一句いかがでしょうか。八幡浜駅出発から松山駅到着までおよそ2時間20分の小旅行をどうぞお楽しみくださいませ。
ば間もなく進行方向右側には美しい大洲城が見えてまいります。進行方向右側ご注目くださいませ。清流肱川のほとりに見えますのは2004年に復元がなされた大洲城です。皆様お城の左側に白いのぼりを振っているのがご覧いただけますでしょうか。大洲城の職員の方が皆様に向かってのぼりを振ってくださっております。右左と大きな掛け声で振ってくださっているそうです。また皆様は大洲城に宿泊することができるキャッスルステイをご存知でしょうか。大洲城は2019年夏より貴重な文化財を見るだけではなく利用するというこれまでの文化財利用の形から一歩進んだキャッスルステイを始めました。宿泊のお客様は一日城主として着物を着て馬に乗りお城の敷地内に入ります。また進行方向左側、広場からは地域の方が手を振ってお見送りをしてくださっております。サッカーの練習の手を止めてのお見送りです。引き続き大洲城のご案内をさせていただきます。お城の入り口では甲冑を着た家臣たちが本格的な火縄銃を使って祝砲を放ち城主であるお客様を盛大にお出迎えしてくれます。その後も城内では地元有志による伝統神楽失礼いたしました、伝統芸能神楽を見たり夕食後にはかつて武将たちが月を眺めたという国の重要文化財高台櫓にて地酒を楽しんだりと市場のひとときを過ごすことができるそうです。左側、柳田物語スタッフによるお見送りです。Thank you.
進行方向左側、広場から手を振ってくださっている地域の方がいらっしゃいます。また列車は間もなく五郎駅に入ってまいります。五郎駅ではたぬき駅長さんがお出迎えをしてくれることでも有名になった駅でございます。たぬき駅長さんは窓越しにハイタッチをしてくれることがございます。たぬき駅長さんが見えたお客様、ぜひ窓越しにハイタッチをしてみてください。まもなくたぬき駅長さん見えてまいります。本日1台目と2台目のたぬき駅長さんが来てくれております。先に見えましたのが1台目のたぬき駅長さん。進行方向左側、まもなくたぬき駅長さんが見えてまいります。本日は初代たぬき駅長さん、そして2代目たぬき駅長さん、2人揃ってお見送りに駆けつけてくださっております。また可愛らしい女の子のこだぬきちゃんもお見送りに駆けつけてくださっております。こだぬきちゃん可愛らしいポーズをしてのお見送りです。皆様も車内からご覧いただきましたら手を振り返していただけますと幸いでございます。またたぬき駅長さん、たぬき駅長さんとハイタッチができたお客様、大変ラッキーでございます。2号車、1号車のお客様もたぬき駅長さんご覧いただけましたでしょうか。左側、こだぬきちゃん、列車を走って追いかけてくれています。大変可愛らしいお見送りです。五郎駅のホームも過ぎましても、まだまだ五郎地区の皆様の温かいおもてなしが続きます。左側、沿線道路にご注目ください。オリジナルのうちわや旗を振ってのお見送りでございます。皆様、暑い中ではございますが、お見送りに駆けつけてくださっております。また次に列車が賑やかなお家の前を通過してまいります。お家のガレージも賑やかに飾り付けしてくださっている地域の方がいらっしゃいます。皆様、だんだんと書かれた内輪をご覧いただけましたでしょうか。だんだんとはこちらの地域でありがとうという意味が込められた言葉でございます。また沿線のガードレールに飾られております可愛らしい風船や季節のお花も地域の方が飾ってくださったものでございます。引き続き左側、近くの酒屋さんも店主さんがお見送りに駆けつけてくださっております。本日も大変爽やかな笑顔でお見送りでございます。まもなく2号車、1号車のお客様もご覧いただけます。皆様の温かなおもてなしはいかがでしたでしょうか。地域の方によると、最初に五郎でたぬきの写真が撮られたのは1974年、今から50年ほど前だそうです。たぬきたちは駅のホーム向かいの山に暮らしており、地域の方から五郎節子と呼ばれておりました。多い時にはおよそ15匹が五郎駅の沿線に降りてくることもあったそうです。穏やかで優しい性格だという五郎のたぬきたちは、長い間地域の方に愛され続けています。
皆様、進行方向右側、お家の前にご注目くださいませ。たくさんの地域の方々、手作りの看板やお人形さん、そしてワンちゃんもお見送りに駆けつけてくださっております。オリジナルの法被を着てのお見送りです。また引き続き右側、地域の方が作ってくださった石像もございます。また引き続き進行方向右側、ベランダの上をご注目ください。覗き込むようにしてご覧ください。地域の方、内輪を振ってのお見送りでございます。ただいまから1号車あかねの庄より列車オリジナルグッズとお土産品の販売に皆様のお席までお伺いいたします。本日のアテンダントおすすめ商品は、伊予灘物語オリジナルのフレークシールです。アテンダント手書きのフレークシールも作りました。シールには伊予灘物語と沿線地域の皆様のおもてなしや沿線に咲く四季折々の花々がアテンダントならではの可愛らしいタッチでデザインされております。お好きなレイアウトで貼り付けてオリジナルの伊予灘物語グッズを作ってみるのもおすすめです。この他にもたくさんの列車オリジナルグッズや沿線のお土産品もご用意しております。また右側、夢丸目工房から黄色い傘を振ってのお見送りがございます。お手元の卓上ポップをご覧になってお待ちくださいませ。
東方向左側に流れております。この川は愛媛県下最大の河川、肱川です。肱川という名前の由来は、肱川がくねくねと曲がっているため、腕の関節肘から肱川と呼ばれるようになったと言われております。清流として知られる肱川には、魚やカニなどたくさんの生き物がいます。中でもアユやカジカという魚は、肱川で獲れる代表的な美味しい魚で、大洲市には肱川で獲れた魚を食べることができるお店が数カ所ございます。季節限定で獲れたてのアユの塩焼きや、肱川の綺麗な木で、失礼いたしました、肱川の綺麗な水で養殖されたうなぎを使ったうな重が食べられるお店などもございます。引き続き進行方向左側、伊豆市駅の周りから地域の方がお見送りでございます。慣れたところではございますが、たくさんの地域の方々、手作りの看板やオリジナルのフラッグを振ってお見送りです。可愛らしいポンポンを振って お見送りをしてくださっております。また地域の方々、夜なた物語カラーの旗を飾ってくださっています。元気の出るお見送りでございます。進行方向左側前方には、国の重要文化財に指定されている長浜大橋が見えてまいります。橋の中央部が跳ね上がることにより、船を通すことができる現役で動く日本で最も古い道路架道橋です。1935年に完成した長浜大橋は、戦後に橋全体が赤く塗られたことから、地元では赤橋の愛称で親しまれております。ただいま進行方向左側前方には、長浜大橋が美しくご覧いただけております。肱川の河口に位置する長浜は、かつてこの赤橋を中心に
人や物を積んだ船が行き交う海の玄関口として大変栄えた時期がありました。その後船から鉄道や自動車へと人々の交通手段が変化するにつれて橋を通る船の数が減ってゆき、一時は橋の撤去も検討されました。しかし町のシンボルである橋を守りたいという地元住民の願いにより今日まで残されてきました。完成からおよそ80年以上の間、長浜の町とそこに生きる人々を見つめてきた赤橋、2009年には国の近代化産業遺産にも認定され、多くの観光客が訪れています。皆様、進行方向左側にご注目くださいませ。道路からは地域の方が楽しいが一番と書かれた横断幕でのお見送りです。またそのお隣、可愛らしいご家族からもお見送りがございます。電車はただいま伊予長浜駅に停車いたしました。伊予長浜駅から歩いておよそ10分のところには坂本龍馬が土佐藩を脱藩し愛媛県を通って今の山口県へ旅立つ際に四国最後の夜を過ごした宿がございます。宿には坂本龍馬が寝泊まりしたと伝わる部屋があり、実際に宿泊することができます。ギャラリースペースでは龍馬の友人が宿の主人に宛てて書いた今度龍馬が宿泊するのでよろしく頼みますという内容の手紙などをご覧いただくことができます。進行方向左側、野球のグラウンドにご注目くださいませ。試合を見に来られた保護者の方々、そしてコーチの方からもお見送りがございます。野球少年たち、一生懸命帽子を振ってのお見送りです。Thank you.
は列車は肱川沿いを下り赤橋を越え、いよいよ愛ある伊予灘線のビューポイントへと入ってまいりました。ただいま目の前に広がっております伊予灘は毎日表情が変わります。本日の伊予灘は青々としてどこまでも海が続いていくかのようです。また遠くの島々までご覧いただけます。しばらく続くこの美しい伊予灘の景色をお楽しみくださいませ。ただいまから2号車黄金の塔より本日の日付の入った記念撮影用のボードをお持ちいたします。お客様のお手持ちのカメラや携帯電話のシャッターをアテンダントが押させていただきます。本日のご旅行の記念に1枚お写真を撮ってみられてはいかがでしょうか。また次に通過いたします北灘駅は駅のホームが大洲市と伊予市の2つの市にまたがっている珍しい駅です。駅のホームには2つの市の境界を表す看板が設置されており、こちらは伊予灘物語のアテンダントがそれぞれの市にまつわる伝説にちなんだイラストも描いたものです。短い時間ではございますが、まもなく進行方向左側に見えてまいります。ただいまから進行方向左側に市の境界線を北灘駅の看板は各号車にございますモニターでもご覧いただけます。看板の大寿司側には金色の龍伝説が描かれております。その昔大洲を流れる肱川に住む龍が人に化け人間の娘と恋に落ちましたが叶わなかったという悲しい恋の物語が伝わっているそうです。また伊予市側には九尾の狐伝説が描かれております。明治時代伊予市へやってきた旅人が宿題として九尾の狐の尻尾も置いていきましたが、それが霊力の強い秘宝であったため伊予稲荷神社に奉納されたというエピソードが残っております。
列車はこの後、福祉の鉄橋の上を通ってまいります。列車が一旦停止した後、歩くような速さで福祉の鉄橋の上を通ってまいります。進行方向左側、海側の窓から真下を覗き込むようにしてご覧くださいませ。山川のお席のお客様もドア付近や大きな窓からぜひ下をご覧ください。こちらの鉄橋は地上からおよそ18メートルございまして、5階建てのビルほどの高さがございます。まるで地上から浮かんで走っているかのような感覚をお楽しみください。
皆様、列車は次に下野駅に停車いたします。下野田駅は現在海面を埋め立てる形で海沿いにある国道ができるまではホームのすぐ下に波が打ち寄せるほど線路と海が近くにあった日本一海に近い駅でした。列車は下野田駅を黒いホームが鳴りましたら発車いたします。車内のお手洗いは停車中走行中にかかわらず常時ご使用いただけます。お手箱を座れるお客様は駅の喫煙所をご利用ください。列車は下野駅を17時30分に発車いたします。列車から流れるメロディーが出発の合図でございます。どうぞお足元にお気をつけていってらっしゃいませ。
列車は間もなく下灘駅を出発いたします。お連れ様はお戻りでしょうか。また進行方向右側、下灘駅のホームからは本日もたくさんの地域の方と観光客の皆様によるお見送りがございます。また地域の方、手作りの看板やうちわを振ってお見送りをしてくださいます。地域の方が持っている手作りの看板やうちわにもご注目くださいませ。電車は下灘駅を出発いたします。右側、観光客の皆様、そして地域の皆様のお見送りでございます。
客様にご案内いたします。次の伊予神灘駅でラストオーダーとなります。ご注文のあるお客様はお近くのアテンダントにお気軽にお声掛けくださいませ。まもなく伊予神灘駅に到着いたします。列車のメロディーホーンが出発の合図でございます。メロディーが聞こえましたら車内にお戻りいただきますようご協力をお願いいたします。また伊予神灘駅のホームでは地域の方が猫の菅野副駅長、トラ副駅長、犬のマロン副駅長、ラッキーちゃんを連れてお見送りに駆けつけてくださっております。Thank you.
列車は間もなく下灘駅、失礼いたしました、井岡湊駅を出発いたします。左側、3匹の不元気症さんと犬のマロンちゃん、そしてお揃いの発表を着た地域の方々によるお見送りがございます。また観光客の皆様もお見送りに駆けつけてくださっております。左側、可愛らしいワンちゃん、猫ちゃんと地域の方によるお見送りです。地域の方、愛媛県らしくダークみきゃんの被り物をかぶってくださっております。
この辺りにございます向原駅は予算線の線路が海側の線路と山側の線路に分かれる駅です。伊予灘物語では伊予灘の景色が広がる海側の線路を通ってまいりました。私ども JR 四国では伊予市駅から伊予大洲駅間の海側の線路を愛ある伊予灘線という愛称で呼んでおります。列車は間もなく伊予市駅に到着いたします。伊予市駅では列車との待ち合わせのため停車いたします。伊予市駅のすぐ隣には手作り交流市場町屋という三色市がございます。昔ながらの日本建築を思わせる建物内には地元で作られた新鮮な旬の野菜や果物、伊予灘で水揚げされた鮮魚などがずらりと並び、町屋に来れば伊予市が見えると言われるものです。また本格サイフォンコーヒーランチが楽しめるカフェやこだわりのカレー、手作りパンを販売しているお店もあります。中庭にはテラス席もあり、ゆっくりと過ごすことができます。また左側、町屋のパン屋さんから手を振ってくださっている地域の方がいらっしゃいます。進行方向左側、可愛らしいご夫婦が伊予灘物語の手作りの旗を振ってお見送りです。また伊予灘物語のキャップもかぶってくださっております。
Thank you.
進行方向左側、北行きのホームから地域の方がお見送りでございます。可愛らしいお子様もお父さんの 肩に乗ってお見送りでございます。列車は次に市坪駅に停車いたします。市坪駅の正面進行方向左側には坊ちゃんスタジアムが見えてまいりました。こちらの駅では列車との待ち合わせのため18時12分まで6分ほど停車いたします。右側ビールトロッコの中からお見送りをしてくださっている方がいらっしゃいます。
右側ビールタバコの中からご乗車のお客様がこちらに手を振ってくださっております。ところで皆様、カラスキレム猫ちゃんという創作童話をご存知でしょうか。太った飼い猫のマルが家を飛び出し、愛媛県内の様々な場所を冒険する物語です。その本にこちらのぼっちゃんスタジアムが登場してまいります。猫の前は夕日に照らされたスタジアムに立ち寄り、野球好きで俳句が得意な猫の四季と出会い、一緒にキャッチボールを楽しみました。進行方向左側、駅のホームでは手作りの看板を持った地域のお子様が家の田物語をお出迎えに来てくださっております。終点の松山に到着いたします。
八幡浜からのおよそ2時間ほど、山田物語沿線の風景と地域の方の心温まるおもてなしはいかがでしたでしょうか。今後も皆様と紡いだ物語を思いながら、季節により様々なおもてなしをご用意してまいります。本日の皆様との出会い、そして心ときめく旅のひとときをご一緒できましたこそ、家庭達成指導を大変嬉しく思っております。またのご乗車も心よりお待ちしております。携帯電話やお土産品、切符などお忘れ物をなさいませんよう、今一度お席の周りをご確認くださいませ。そうなんですか。ありがとうございます。あ、そうなんです。ありがとう。